どうも、えー、始まりました。メシメシやがれ、こにょのメシーズキャスト、えー。今回はですね、第、えー、3回電話トークというわけでございまして、すみます芸人の、えー、方にお電話したいと思います。あどうもああ、えー、どうも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 、キャロットキャベツのエイジでーす。よいしょ、よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして、もう一人また相方さんが多分来られると思うんでね。 はい、来られたら改めていやようこそあの名シーズキャストへようこそ本当にありがとうございますありがとうございます名シーズキャスト名シーズキャストへあみクちゃんもお疲れ様ですあありがとうございますーーキャベツのミクでーすええー、というわけでいい、えー、あ出たえー、ねいつもやってるやつね本当にというわけで今回はねあ,あの名シーズキャスト電話 第三弾えー、京都府水末芸人のえー、キャロットキャベツのお二人に来てもらってますどうもよろしくお願いしますお願いい,しお願いいたしますキャロットキャベツの英二ですミクですお願いお願い,いたしますいやまさか名イシーズキャストに出演していただけるとはまずそこからありがとうございますですよ本当にありがとうございますいやこちらこそ待ってましたずっと <laughs>、はいや <laughs> ほんまに待ってくれてたんですかそうですよ メイなかったも,、ねったもね、そうです。名シースキャストのあの出るために芸人になりました。いや嘘つけよ。そんなわけない。そう。こう本間なんですよ。これ。いや、本間、ま、本間なんですよ。ないね。<laughs> そう。はい。すごいだってあれやで、あの。チーキーズイブニングで石田さんに。キャストのパクリやろってめちゃくちゃ言われてる番組ですよ。これは本当に。あ、そうなんですか。そう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 。<laughs> すごい、まあ、でも、ほんまに嬉しいっす。あ、ほんまにあれ、なんかパクリというか、ちょっとなんか。 まあ、オマージュというかねリスペクト込めたってことですよね。そ,うまあ、そのなんか始めたきっかけっていうのがね、この b s u s が始まって、でまあ、それで朝の番組でチーキーズキャストっていうのがずっとやってて、でまあ、それが9月いっぱいで終わっちゃったんで、はい、ちょっとせっかくだから何かしようと思って、まあ、個人的にあのちょっと始めまして、あのまあそれがメイシーズキャストっていう、本当あのほぼほぼチーキーズキャストのパクリみたいなもんなんですけども。<laughs> はい言っちゃってるじゃなままあまあそうでですね <laughs> で。それでちょっとせっかくならやっぱこうすいます芸人さんとねこうなんか結構チーキーズで仲良くなれたっていうのもあるんではい。まあちょっとそれなんでと思ってまあえっ、ー、と何週に何回かこうゲストをあの読、ーうん、んでで第一回がモッチっていう僕の同期のはいさん。でモッチはツイッターでなんかぜひぜひ出たいみたいなの言っていただいて。 はい、でその後にあのに徳島応援芸人の中山女子短期大学さんもどこに電話したらいいですかみたいな出れるにはみたいな LINE したらいいですかみたいなほん、はい、で第3回が前ちょっとお仕事した時に a i g 君がぜひ名シーズンキャストちょっと出たいですみたいに言ってくれたんで今回ねせっかくなんでちょっとゲストでお呼びしようかなと思ってありがとうございます <laughs> え逆,逆にす逆に大丈夫やったら、ね、えほんまに呼ばれるんかいの方じゃなくて大丈夫やった いやもほんまにめっちゃ嬉しいですでもあのなんかあの出るためにあのグループチャットみたいな作ってくださったじゃないですかはい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 そこの名前のタイトルが「京丹波はええとこ」ってやってくれてるんですけどはははいいいあの僕たち住んでるんは京丹波なんですよ。 えーとこうっていうの、ジャクさんのやつなんで全部、はいジャク。いや、なんかあれ、ちょっといじられるかなと思ったけど、なんか反応がなかったから、あこれでこれでいいんかなみたいな。あいいですこれ、ガチのやつなんか、どうなんだろうって。そうなんですね。ああ、なって。確かになるほど、なるほど。はい。確かにそう,うだって、あの、キャロットキャベツは、え、住みますはもう何年やってるんでしたっけ今、6年ですね。6年。で、 NSC は何,、はい、何期になるんですかそういえば ?38 期です。3三十8期っていうと、誰、誰いますかえっと、エルフとか、天才ピアニストとか。はい<っ>はい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 。あなるほどなるほど。だから多分、えで大阪 NSC で、えー、っと、コンビ結成は何年なんのえー、2016年ですね。じゃあもう僕がすみます芸人、え、すみますは何年やってるんかいな。 すみますは6年で私たち芸歴は7年目なんですよ。あでも結構組んですぐに、はい、すいますなってみたいな。そうですね。あなるほどなるほど。でもなんかあんまこう、絡む機会ってなかったよね、そこまで。隣の県やけどみたいな。そうですね。ねもともとその私たちが完全なる京都府すみますじゃなかったんで。ああ、はい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 。京単語の京都反応反芸芸人っていうのから始まったんで。なるほどなるほど。 そのあんまり住みます、住みますしてなかったんですよ。あ、そうなのえ、京丹後っていうのは京丹後市になるの町市です。市,市で、そこで、えっ、ー、と言った農家の方となんか一緒にやったりみたいな。そうです。そうってね。はい。で、二人、え、二人は別々のとこ住んでるってこと一人暮らししてるて。別々で、はい、住んでて。その場所が僕いまいちピンと分からんだけど、どう,どうなんですか例えばコンビニまで遠かったりとか。 その土地感的なはどんな感じで田舎なそれともちょい都会な場所的にはめっちゃ田舎ですめっちゃ田舎あそうなんや電車が走ってないんですよああなるほどなるほどはい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 まだ記者が走ってる段階のところでおお一個前のやつもう記者っていうそうですそうです単語鉄道っていう鉄道がそうなんやはい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 1時間に1本しかないですああ一緒やな僕のとこも1時間に1本とかは確かに そうえほんならそこをえ例えばスーパーとかコンビニとかあんのスーパーとかコンビニはあるんですけど JR とセブンイレブンがまだ来てない土地ですああそうなんやそうなんですよあだからその「市やけど例えばもともと村やって「市に合併したみたいなそういうあどんどん町が合併していった感じですあなるほどえちなみに近くにあるコンビニは何があるファミマローソン 僕はローソンですね。ローソン。私もローソンですね。え、どれぐらいな、え、車持ってんの車持ってます。はい車でどれぐらいかかんの車でマジで5秒ですね。え、めっちゃ近いやん。僕はあの、はい。えイジの家は目の前にコンビニがある。あ、そうなんや。一応都会。僕はあの、田舎の中でも都会の方にさ。なるほどな。はいはいはい。あれは田舎の中でも都会の方。確かにわかるかる。はいはいはい。え、ミクちゃんとこは 私のとこは、えー、車で5分ぐらいですかね。ああ、でもちょっと確かにそうやなお、大阪とか住んでたらちょっと遠く感じるよね、その距離ってね。そうですね、歩いて10分、15分ぐらいがな、なるほど。ほんで、京都で、まあまあ、活動して、その農家とかもやったりして、イベントとかに出たりみたいな。はい、そうですね。それはど、どん役所とはなんか関係してるの,の、そういうのっていうのは。 なんかあの専属芸人とかとはまた違うんやそんなはではないですね全く違れますねあーそうなんやだから自分たちで野菜育ててそれを販売して売ってみたいなはいとかあとまあ普通にバイトしてたりとかあそっかそっかそれ野菜を売ってバイトしてみたいな感じなんやはい、はい、もう別のところでバイトしてますあ,あそうなんやなるほどなるほど、はい た多分そうね、まあ、僕も、正直、キャロットキャベツは、多分ここ2、3か月でちょっと話するぐらいになったかなっていうぐらい、本当、最近ね、多分 <laughs> そうですね <laughs> <laughs> やったけど、確かにそうですねそうでもなんか、は多分ちゃんと会話したのが、この8月の,あの BS 吉本の、多分あれですね、はい、あの8月8日の日に、僕ともっちが京都にお邪魔してみたいな。はい そう,そうですね多分あれが多分こうちゃんとがっつり絡 <laughs> んでこの間があのネスカフェの原宿のやつでみたいなね東京でみたいなそこで,そ,で、ね、そこでまあちょっとだからなんか2回とも結構レアな絡み方してるから何 <laughs> て言ったらいいんだ <laughs>、はい、その何十回会ってるよりもちょっと僕は絆を感じてる部分はちょっとあるけどね。回回がそう 僕に関してはあの石田さんに夜の小にさん,言われてるんあ確かにそう言われるとなんかね僕もなんか、はい、結構前に、はい、あの多分もうまだキャ,トキャベツが大阪におるぐらいか分からんけどなんかコニオに似てるやつおるみたいなえそうなん多んそれもしかしたらそうやったんかもしれない多分ねメーナーヘ似てるのよこの,この辺とかがちょっと花,花もそうやつはい、はい、ちょっとうん。 はい、確かに西田さんに「化粧してる子入って言われてたもんなずっと <laughs> 化粧さ「化粧してる子にょ」とか「夜の子入とか多分僕が夜のさんは僕がこうやったらえいくつかあい,いんだ年僕は29歳ですあ二29かはい僕僕33やけどでもそうやなこ,この辺とかは確かにえこの辺なんか塗ってる塗ってないっすえそんな感じなんやはい あそうなん,なんかあ確かにでも石田さんがたまになんか口紅塗ってんちゃうかみたいなそんな,なんいつもほんとなんかねそういうふうに見えるな LINE ツアーじゃんか加工入るんですかねもしかしたらわかんないですけどもそう僕のとこ全然加工入ってないけどなこの後ろに<笑><笑>そうそうでもなんか小仁夫さんは顔のパーツなんめっちゃ男前やなと思いますそうそえでも似てたらほんのエイジ君も男前なんか <laughs> <laughs> でもエイジのパーツってちょっとずつミスってるんですよね。<laughs> ちょっとずつミスってる。<laughs> ち, <laughs> <laughs> ちょっとずつミスってると思います、エイジの方は。そうなんや。はい。小西<れ>さんはほんまにすごい痩せたらめっちゃ男前やなって思いますもうね、それいや、ほんまになんか、痩せたら男前ってめっちゃ言われねん、はい、たまにありがたいことに。はいで、僕、一回ライズアップやったことあって、テレビの企画で。えーえー そうだ20 2<う>0キロくらい減量してな、えー、と体重7 5キロぐらいになってあの、はい、それで一回なんか痩せたらモテますねみたいな人に会いに行ったらなんかいや前の方がちょっと良かったですねみたいな言われていやど,どっちやねんってなったけどね <laughs> そうだからなんか痩せたら痩せたらちょっと逆にお肉感がなくなってちょっと残念ですねみたいな言われたりとかあじゃあ今が一番いいかもしれませんねそうかな多分今がいいう、ね、もなんかな 痩せてたんでしょ最初なんかめっちゃではないですけどああ僕が100身長177センチのまあ75キロぐらいやったですね、うん、はい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  <coughs> はい今今,今じゃ98キロなんですよえ98キロで<え>うやんですよ全然そんな顔に見えへんけどなえマジで、はい、マジっすもうほんまにめっちゃずっしりなんですよほんまにああそうなんやもうほぼ100ぐらいな感じでね ほぼもぼほなんですけども、なんか奥さんの料理が美味しすぎて、なんかいっぱい食べちゃって。なるほど。あ、そうか。最近結婚したみたいに言ってたもんね、確かにね。そうなんです。3月に結婚させてもらって、そ,それで幸せ太りで今、ちゃんと太らしてもらってます。えー、でも全然顔はそんな感じで見えへんけどな。え,ーえ、体重身長体重。体重です。あた体重8、けん、えっとき、今90かな。 ああ、でも思う。妥当、妥当な感じ。そんなぐらい、そう、まあ、お腹が結構出てるみたいな。え、みくちゃんは。みくちゃん大丈夫な気。私は身長百四十八センチの。ええ、今。七十。え。そん。そんな。お前言うんや、それ、ほんで。そんな、あ、な、言う。でも。ビーエで、今ダイエット企画やってて。あ、そうなんや、ええやん。うん。 そうなんですよでもそこで全部公表しちゃってるんで、なるほど、ないほど。みんなバレちゃってるんで。確かに、先代写真見たことあるけど、もっとなんかギャルっぽくなかった、ミキちゃん、もっとなんかこの辺とかも痩せてというかね。あの時は、うん、え20キロっ <laughs>、そうなんや。 そうなんですよこっちに来たらちょっとお米が美味しすぎて1日5食食べちゃってああ確かにわかる、はい、だかい,いろんな農家の人が食べなとか言ってくれたりするもんねそうなんですよ、うんえー、それでもう調子の食べちゃってあで今なりました BS でダイエット企画やってんねやそうなんですへええそれはなんかどっかで放送されるまた g o とかと BS の自分たちの中継の時に毎回 あの体重とはい,はい,はい、はい、どだけどういう頑張り方してきたかっていうとを見せたりとかして、ねうん、経過報告みたいなのをしてるんですよ。あそうなんや。来年のはい夏までに1 0キロ以上落とすっていう。はい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 。なるほどそれの企画をしてるんや。そうなんです。そうですねえー、なるほどなるほど。えっ人はもともと別々の一人ずつやったそれとも最初から NSC? 入った時にコンビ組もうみたいなもともとは違うコンビを NSC で組んでてはい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 ほんでお互い同じ時期に解散したんでまあ雲かみたいになりましたはいあじゃあ仲は良かったんやもともと仲ははいグループが一緒って感じやったんでなるほどなるほどいやなんか最初っていうかそのほら京都すいませんの時に僕最初カップルなんかなみたいな思ってたけどカップルゃなんかあああねえ <coughs> なんか男女コンビでもなんかちょっとお似合いの感じするやんなんか二人なんかコンビたエズラ的にあ<ー>そうなんですね、うん、前の時は余計なんか二人とも痩せてるんでもしかしたら <laughs> 確か<に>そう見い,はい、はい、<laughs> かもしれないですねあーそうなんや。はい あな,るほどな、はい今もう二人とも太っちゃったんで、兄弟とかってよく言われます。はい、ああ、確かに、あわかる気にするわ。はい、ちょっと、エイジ君のお兄ちゃんでね。ミクちゃんちっちゃいから妹みたいな感じと。でも今全員なんか丸っこいから兄弟みたいですよ。はい、確かにそうやな、全員。ミク <laughs>、ね、ちゃんに関しては似てる二人に挟まれてるしみたいな感じだしみたいな。<laughs> そうなんですよ。ね、ほんまに。二 <laughs> 人ともお兄ちゃんみたいな。なるほどなるほど、確かに。 いやでもあの、いつもそれこそ8月、この間はネスカフェのさイベントでさ、すみます芸人があのオリジナルのカフェラテを作って、で47頭のとき、TikTok か、TikTok で再生回数の多い子が<で>あの5組決勝に上がれて、僕ら以外に、あとスパンさんと、でハンピレイさんと石井壮太郎さんが出て、ねはい、あの何もらったと決勝、キャロットキャベツはしか。 えー、地元大好きでし,でしょうか。地元大好きでしょうか。はい、はい、そうですね、それですね。あれ何、何作ったんあのーえ、いや、えっとい、芋の何やったっけ芋のカフェラテを作らせてもらいました。あれ、芋のカフェラテ作って、はい、えあれから何かあったりしたあれ以降みたいな。あれ何もないですよ。あなんか例えば、もい芋,芋のカフェラテちょっと実際作ってほしいみたいな。 ああ全くないですね。くないですね。はい。はい。ババリバリスタ使ってる？ミクが使ってます。はい毎日飲んでます。あそうなんや。ほんなら全然で。はい。やなんかあれって優勝した以外賞もらったけど何かあるんかなと思って。何もないですね。何もないですね。名前だけやな完全に。はい。はい。 でもこれからちょっとプロフィールとか変えていこうかなとか思って。あれでもちょっとみんなの賞いいたただ確かみんなの飲んでみたかったけどね、ちょっと。そうですね。飲みたかったですね。どんなもんなんかみたいな。石井壮太郎さんのやつめっちゃ美味しそうでしたよ。ああ、確かに確かに確かに。ねえ。信玄餅のやつね。そうそう。で、なんか、小仁夫さんのあのおかゆラテもめっちゃ気になりましたけどね。おかゆラテは、だから。 ああのまあ、個人的にはちょっとねえあのーまあ、ねえあれはいやいうまいうまいっすよ <laughs> うまいっすけどちょっとぜひとはちょっと言いづらいぐらいの感じではありますけどいや、まあまあ、<laughs> まあ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 好みはありますけどミルクがゆ的な感じかなって思ったんですよああ<ー>そうそうそう結構そのココナッツミルクがやっぱ癖があるからああ<ー>そうそうそう あれがね、まあ、好きな人は好きやけど、みたいな感じで、あれやけど、あの、TikTok の再生回数、はい、多分、最後多分京都と福井で競り合っててみたいな感じやったのか。はいはい、もうあれはどうやって、うもうみんなになんかお願いしたみたいな感じやったのもう共有、共有です、ね。ああ<ー>、はい、はい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 。はい いっぱい見てもらって、とりあえず送れる人にいっぱい送りました。ああ<ー>、ね、なるほどね。確かにそうやんな。はい、なんかほん当あと、なんか毎日、なんか例えば SNS で更新するとかね、そうです、ね、んそんなしたりしねそうですね、うん。いや、だってもう、もなんかねえ、ああいうエイジ君。はいはい 一人のファンとかの人は何回かでも同じように繰り返し再生はしてくれてたと思いますけどああ確かにそう何人かは絶対やってると思いますはい,いやだってほんまに、まあ、なんか終わったから <laughs> まあ話せるけどなん当に、ね、こう迫ってくるときあるやん朝起きたらさうわ京都が迫ってきてるみたいなほんだらならんかフォロワーさんの人が小ニオさん京都の人が迫ってきてるんでなんとかしますみたいなもうなんかすごい <laughs>、えー、すごいすごい敵対して <laughs> そうああお願いしますみたいな感じで あれでしょうね、正直な話ね。うん、ねえ、うん、ちょっとで,で広島が来ました。なんか最初結構半ピレさんがバーって出て、はい。そ<う>ああ確かに。で後半京京都が来ましたみたいな感じで、京都が来ました。京都がすごいなんか追い上げて来ましたみたいな。

各地方に住んでて、特に私たち田舎に住んでるんで。はい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 。その、住みます芸人の先輩にお会いできるのって、すっごい嬉しいんですよ。あ、そうね、なるほどなるほど。はい。もうなんか遠足前ぐらいの気分で。はい,はいはいはい。で。ああ、はいはい。し,しながらみたいな感じではいはい、はい。あ、でも確かに。何か。死んじゃってるんで。わかるわ。はい、営業とかちょっと一緒やったら、テンション上がったりするもんね、本当にね。そうなんですよ。すんんすね。 コニオさんとかにはもう月一で会いたいっすもん。月一で月一で会ってくれるいや、多分、何回目ぐらい多分しんどくなってくると思う多分わからんけど。月一では大丈夫いや、でも多分コニオさんがエイジをしんどくなると思います。え、そうなんエイジって大体その1時間半で飽きるって言われてるんで。えそうなんそんなことないですよ。 そんなことない、まあ、ジは1時間半がっつりしゃべってたら結構疲れますよ。まあでも確かに、今んとこ1時間半がっつりしゃべってたら、ね、この間も多分なんか30分とか20分でほんでお疲れみたいな。ああ、ちょうどいいです、エイジは。ああ、そうなんや。そんなことないです。そう,ですそうなんやんじゃないですよ。<laughs> はい、1>, 1時間半。まあ確かに、も僕もちょっと顔似てる人と1時間半喋るのちょっと緊張するかもしれなな、なんか。<laughs> いや、そんなことないです。<laughs> ほんまに。うん あーなるほどえ,え,えみミクちゃんはどうなん交流関係とかあったりするん。例えばその1時間半以上は大丈夫的な感じな他の芸人さんとか。ミクちゃんはそんな言われたりせえへんのあ私あんまり言われないですね。誰が仲いいの2人はこの住みますとかやったらやっぱスパンさん。ああはいはい。えっとはジャックさん。ああはい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 。 そうですね。そ,のそうですね,おですね結構ご飯とかも連れてもらったりとかもしてますね。あえジャックさんは家遠い、2人の場所から。車で1時間ぐらいですね。あ、でも結構遠いな。はい。あ、でも、でね、ジャックさんはめっちゃ優しいよな。確かにジャックさん優しいですね。ね<え>優しいですよ。<ー>はい。 もうなんかすごいとも大好きでああわわかかかるかるなんかあの、はい、ちょっとほんまにあの弱々しい感じがなんかくすぐられるわ喋っててジャックさんそうゃすよねちょっと自信なさげな感じのあの喋り方とかがなんか逆にいいなと思ってっ <laughs> そうですね<う>分かりますでもそれはめちゃくちゃ優しいものスパンさんもねすごい優しいしうんスパンさん私神だと思ってますもんあそうなんやええー、はいうん なんかその英二をの話を全部最後までちゃんと聞いてくださる感じ <laughs> <laughs> それはもう。優しいなぁと思って。それはなんかもう、さ細な話でも、いろいろんな話でも。些細な話でも、ああ、そうなんや。はい、でもちゃんと聞いてくださって、はいはいはい、はいなんか。私たちがやってるライブのゲストで来ていただいたことがあるんですけど。うん、ああ、そうなんや。うん。 はいそれで、まあ、全然コロナ禍とかじゃない時にお酒、まあ、があってでまあ、みんながお酒飲んでる場で、うん、たまたまスパンの水本さんがジンジャエールかなんかを頼まれた時には、うん、はいはい、はい、あのちょっといいジンジャエールあるじゃないですか瓶に入ってるやつうん、うん、あるあるあれを頼まれたんですよ、うん、でエイジはそのスパンさんへのリスペクトが強すぎてお どうしてもその水本さんが飲んでるジンジャーエールがかっこよく見えたみたいで、うんはい、はいはいはい。どんな味かわかんないみたいななる,ほどなるほど、なるほど。先輩のあの、飲んでるやつを一口くださいとか言うんですよ。ほう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 あんまないじゃないですか、そんなの。確かあんまあんまない。普通、先輩が、あ飲むって言われたら飲み,飲みますみたいなあるけどね。確かに確かに。はい、なのに、勝手に先輩に飲んじゃうんですよ、英イって。え そうないやいや、違うさ、飲み会の時のボケで一口ください。なるほど。ういもちろんでもその後もあのすっごい真剣な話してくださってるときに、めっちゃゲップしながら聞いたりとか、知らないんですけど、全部許してくれるんですよ。ああ。そうですね。なんか、ゲップが止まらなかったです、その時は。すみませんって言いながら、はい。 たぶんあれじゃないあのたぶん水本さん的にもそのなんか悪気があってしてないから可愛らしいみたいなあるんじゃない,い<や>そのゲップとかもねもうそ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 うさすがに悪気ありながらゲップしてたらやばいけどたぶんかすいませんみたいな感じでね、はい、許してもらえるタイプやと思ういやありがたいですほんまにもううれしいいやたぶんし水本さんもまことさんも優しいしねほんでね いさんも優しいですう毎回緊張なんかしてるなって分かったらすぐほぐし来てくださるというかああそうなんやひと言声かけてくれるしすごい優しいですねそうですねあのそれこそこの間かえっとあのネスカフェの時にはいあの誠さん僕多分2回目か3回目ぐらいなんやけどはい挨拶して でまあ、やっぱまだちょっと僕の中ではコ子さん緊張しててあんまり絡みないからと思ってで<ー>終,わ終わった後に真子さんがあのこ小仁オ君にちょっといいって言われてえな何かなって言ったらさん娘さんおられるんやけど娘がなんか僕の TikTok の,のカフェラテの動画がすごい気に入ってちょっとめ娘にメッセージもらっていいみたいな。 感じで、えー、そ,うそ,その時の感じがめちゃくちゃ優しい感じもう全然いいですよみたいな感じでなんか多分それもあの始まる前やと多分バタバタしてるからこう全部が終わった後になんか小西君ちょっといいみたいな,、えー、なんかその辺のなんか気遣いとかめちゃくちゃ優しいなと思ってすごいっすねそれ、うん、そ,うそうそうそうすごい優しかったの本でそのイメージがあっぱそうそうまこっさんで言うたら、うん、あの僕らが そのすみます芸人になる前にちょっとあのスーツアクターっていう吉本の着ぐるみあるじゃないですかああはいはいはい着ぐるみのバイトそうですそれでスパンさんが矢尾で営業してはってで僕らがそのスーツアクターで行かしてもらったんですよは、うん、はいほはい、はいうんならその時のなんか終わってから飯行くみたいな居酒屋にほう。ほう ま真,真子さんとえー、っとその時のみお、えー、さんっていう吉本を辞めたマネージャーさんがいらっしゃってはい,はい,はい、はい、で僕たちが2人で4人で居酒屋連れてもらって、うん、その時の電車移動の時にほうん、あの切符をまず買ってくれて虫が立って。はいはいはい で、もうこれ、入って渡されたんで、それ初めてその吉本のあのおごるっていう社会を見せてもらったんが、あまこっさんなんですよ。ああ、なるほどね。はい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 。はい、あそこに先輩が出しはるんやみたいな。えそうです。ほんまに、はい、その切符代まで出してくれるい <laughs> はい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 。<laughs> それがまこっさんやったんですよ。<laughs> ああ、なるほどね。はい。もう今はも,うもちろん僕もあの後輩とかに、大阪の後輩とかは、あのタバコ買ってあがいたりとかして。ああ、はい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 。 それは、では、ちょっと、まこさん、リズムをちょっと、気づいて。なるほど、なるほど、なるほど。え、大阪でライブとか、また戻ったり、してんの、たまに。アップトゥーは出てます。僕もアップトゥー、出てるから、また、タイミング、あった時ね、はい、ご飯とか、行きたよね、その時ね。いや、ぜひ、ね、そうですね。君、ね、お願いします。会わへんけどね。え、ちなみに、じゃあ、あの、その京都の、あの。今、今とかやったら、なんか、育て,てたりしてるわ基本、毎日、何かしら、野菜、育てたり、みたいな感じ。なの まあい今は自分たちでは育てれてないですね。ああ、なるほどね、そのお手伝いっていうい。はい、お手伝いで、はい、農家さんに行かせてもらって。え、明日ももしかえそれは、お手、もうア、アルバイトになるまあ一応、アルバイトではい。うん。さ、里芋とかを今、収穫してるときっすね。なる,なるほど、なるほど、なるほど。はい。あれ、なんか、ミクちゃん、バイトめっちゃしてるみたいな言ってなかったっけあの地域の時にに<の>。私、バイトめっちゃしてます。ミ<ク>は <laughs> 陸 <laughs> はあのー、<laughs> バイトしすぎて、うん、あの契約社員になりましたえそうなん、はい、そうなんですよ<え>あのー、道の駅があって道の駅の,あの通販の発送担当なんですよあそうなんやほう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 はいなんでそれに入りすぎて契約社員になっちゃってえそれは全くすいません議員とは関係なくってこと関係なくです <laughs>

でも帰りにそのお刺身で使わなかった、うん、ゲソの部分とかもらったりとかああなるほどなるほどはいたまにカニもらったりとかもしてほえそれ、はい、大丈夫体調崩さずちゃんと生活できてるそんな3つも働いてあもう全然大丈夫です私めっちゃ元気なんですよ <laughs> いやでも <laughs> めっちゃ元気なんですよにめっちゃ元気なんですよ <laughs> めっちゃ元気なんですよ今日<私>でもたまたまバイト一緒やったんですけど、はい、ああそうだよ はい、相方とほのなんか、今日幻聴聞こえるって言ってましたよ。いや元気ちゃうやん。おわ <laughs>、はい。怖い、大丈夫。ちょっと聞こえて、さっき言って言ってましたよ。ほんまにやばいな。ちょっと今日は終われすぎて、幻聴聞こえてますけど。やばいはい、基本的にめっちゃ元気なんで、大丈夫あ、でも、なんか、みくちゃんも好かれそうやな、なんかバイト先とかからもね、なんか、こう、おっちゃんとかがすごい。 なんか優しくしてくれそうな感じでね。おっちゃんとか優しくしてくれます。確かにね、愛嬌、愛嬌もあるしね、まあ、二人とも愛嬌あるけどね、確かに、確かに。ありがとうございます。明日も、じゃ、あアルバイトですか、こんな朝から。明日は営業で。あ、そうなんや。そうなんでさせてもらいますね。はい。なるほど、なるほど。明日はちなみに、どちらの方に。明日は宮津市っていう隣の市なんですけど、あの、天橋立とかがある市で。はい、はい、はい。 はい、海の近くでなんかクリスマスコンサートとかがあるイベントがあってあ、はい、それの MC をさせてもらいました。これちょっとごめんあの今やっぱ気になったけどただ僕がこう質問するやんかこう2人に対してみたいな、はい、これどっちかが喋るみたいなあったりするのなんかそのい今はそっちのターンこっちのターンみたいなのあったりするのコンビって一応てで <laughs> 雰囲気でやってます。はい、あそうなん はい空気であ今こっち言うなと思った僕それんとこあなるほどねはいちょっと難しいじゃないですか今これあーまあ確かにそう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 2人ともガって言っちゃったらちょっとあれかなと思ってはいはいはいちょっと譲ったりはしてますあーなんかそそれがたまに絶妙に見えるとこがちょっと面白いなと思ってあい今どっちかなみたいなそうはい 逆にごめんね、そのなんかちょっと別々で、一緒に出てもらえたらよかったけど、なんか別々で大丈夫やったいやいやいや全然,全然全然大丈夫です。はい、えじゃあ、2人は YouTube もやってるんかいな。はい、YouTube やってます。じゃあ、またよければ僕の、僕のアカウントローにあの、えっに、と、貼り付けとくんで、また URL とか教えてもらえたら。ええー、マジストいますただあの、再生回数が非常にこれ、全然いってないんであの、それでもよければですけど、本当に。 いやいや、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ええー、というわけでございます。あ、もう三十分ぐらい。すみません、お忙しいところ出ていただいて、キャラットキャベツの二人にはありがとうございました。いや,い,したいや、ありがとうございます。したすまた。またよければ、ぜひぜひ、何かイベントなので、はい。お願いします、はい。ぜひお願いします。いますはい。というわけで、えー、今日はですね、えー、京都くすいません員のキャラットキャベツの、ええー、え君とみくちゃんとお電話させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。したそれでは。 マイマー、名シーズキャストで売れるぞ。おお。売れて、まず、まずこっちが売れるんだかん、頑張ります。<laughs> ありがとうございました。あ,<ー>ありがとうございました。